アルコアルコは、レンフェ B11X-1200 系客車を、改造し台車を、時速 220km 対応の新型台車へと変更した客車を使用する、レンフェオペラドーラの列車サービス名である。改造は、レンフェによって、マラガのロスプラドスにある、中央修繕工場で行われた。ボギー台車は、カフの GC-1 の改良品であり、 高速度でも高い快適性が得られると認められた GC-3 である。アルコはバルセロナマラガセビリアバダホスアルメリアグラナダ間でアルコガルシーアロルカとして、また2008年5月5日からはバスク州とバリシア州の間でもアルコカミーノでサンティアゴとして運行されている。2008年3月2日まではバルセロナアリカンテムルシアを結ぶ地中海回廊でも運行されていた。 また、ポルトボーセルベーレとバレンシア北駅を結ぶ列車もあった。アルコは本質的にはデュールのを改良したものである。基本運行区間、エストレマデューラ区間、毎日運行アンダルシア基本区間、アルメリア区間、確実運行グラナダ区間、確実運行セビリア区間、毎日運行マラガ区間、毎日運行両端の発着駅が異なるに列車がミランダデイブロと、 オーレンセの間で、平結運転している。ビルバワワンエキリオディオミランダデーブロブルゴス、パレンシアサーグンレオンアストルガベンビブレ、ポンフェラーダオバルコデバルデオーラスアルアペティン、モンフォルテデレモス、オーレンセエンパルメギジャレーレドンデーラビーゴ、アンダイエルンタイサンセバスティアンスマラガルサスア、ビトリアミランダデーブロブルゴスパレンシア、 サーグン・レオン・アストルガ・ベンビブレ・ポンフェラーダを、バルコ・デ・バルデ・オラス・アルー・アペティン、モンホルテ・デレモス、オーレン・セ・エン・パルメオ・カルバジーニョ、サンティアゴ・デ・コンポステイラ・コルーニャ・サン・クリスト・バル。ありがとうございます。